彩り鮮やか。はい、やってまいりました。河原職人のヒーローにインタビューの時間です。この番組はさまざまな分野の方をゲストにお招きし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家しか知らない情報やツール、ノウハウなどを聞いていきますので、少しでも生活の役に立たせていただければ幸いです。また僕らの本職は、皆さんご存知の通り河原職員ですので、番組中ただ舌を噛むことなどありますが、現場目線で今日も役立つ情報を発信していきますので、最後までお付き合いください。過去の放送も YouTube にて、放送しておりますので、シュレーホームで検索してみてください。この番組は屋根と漆喰のことならシュレーホームの株式会社シュレーホームがお送りいたします。本日のパーソナリティは西島がお送りいたします。はい、やってまいりました。そうですね、沖縄もだんだん寒くなってきましたけども、今日の放送はですね、収録で東京の方に来ています。まあ、やっぱりちょっと東京の寒さっていうのはですね、かなり沖縄とは全然違う寒さでして、だいぶ慣れない環境な感じではいるんですけども、そうですね、今回も素敵なゲストさん紹介させていただきますので、 CM の後紹介させていただきますのでお願いします。一旦 CM 入ります。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、聞く味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房を。生活総楽館サンフティーマ、毎日の暮らしの中の小さな幸せ、そのあなたの笑顔を見るために、私たちは普天間から地域を支えます。太陽のように地域を照らす場所、サンフティーマ。おかげさまで15周年、これからも地域とともに。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782沖縄ベタニアチャーチ。ムービン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 、引っ越しするならムービン、ムービン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 、県内県外ムービン、お部屋の片付け、荷物の預かり、ムービン沖縄引っ越しセンター。0120-49-7755、ムービング沖縄で検索。軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンド、長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか、ゲーガヤッシャイビンド、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。何食べたい？お肉。牛角カルビとダブルタンボ、黒糖サツバター、美味しい。ラーメン食べるか。ライス食べたい。美味しい、やってる。牛角茶炭店、好評営業中。はい、河原職員のヒーローにインタビューの時間です。早速ゲストさん紹介していきたいと思います。保育園経営をされている、佐藤智子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと軽くですね、はい、早速なんですけど、まあ保育園経営っていうので保育園をやられてるっていうのは皆さんわかるとは思うんですけども、もうすごいんですよね。おいくつぐらい保育園やられてるんですか？今3つやってます。3つですよね。しかももともとは主婦です。専業主婦、専業っていうかパートとかはちょこちょこやってましたけど、まあがっつり働くのはあまり好きじゃなかったです。あ、そうなんですね。はい、いや、ぜひ沖縄でも保育園経営興味ある方はちらほら本当に聞くんですよ。あ、本当ですか。で、自分の仲間でも一人やろうと今してる方だと思ってですね、ぜひ興味ある話題だと思うので、はい、ざっくりこの、うん、今やってる事業の内容とかを、うん、まあ保育園って言ったら保育園ではあるんですけど、うん、ちょっとお聞かせしてもらってもいいですか？とりあえず、はい、私も子供が保育園に行ってたっていうのもあったりとか、はい、あと保育園に勤めてた経緯もあって、はい、なんかもっとここがこうだったらいいのになっていう思いがすごくあったので、それで私だったらこういう保育園にするのになっていうのがすごく強くて、で、
まああのまあ、作るとは思ってなかったんですね、はい、自分で、はい、ただ娘があの中学生ぐらいになって、はい、なんか私も保育士になってママと働きたいとか可愛いことを言ってくれたので、はい、じゃあちょっと作っちゃおうかなみたいな本当に軽い気持ちですすごいノリですね そうですなんか今までもそんな感じです、はい、いろいろうまくいってきたから大丈夫かなっていう感じで始めました。で、まあ、実際やるときにはいろいろ調べたりとか勉強しましたけど、とりあえず最初は認可外保育園を作ろうと思っていろいろ説明会に行ったり調べたりとかして、はい、でとりあえず作りました。はいはいはい。もうその保育園やる前はもう何ですかね、うん、何かされたりとか。あでも短大を出てからはずっと幼稚園に勤めていて。あそうなんですね。そうなんです。でそれからやっぱ子ども関係の仕事ばっか、はい、あの幼児教室の先生をやったりベビーマッサージを教えたりとかそういったのばっかやってたので、であの最終的には知り合いの保育園でちょっとお手伝いをしてたのが一番最後ですね。なるほどですね、はい、実際その何ですかね、もっとこうしたらよかったな、いいんじゃないかっていう点とかってそれね、今ねうちの保育園でもすごい取り入れてるんですけども、はい、保護者の方にあんまり作り物をさせないです、はい、あの私すごい布団カバーとかね、カバンとかエプロンとか全て手作りをしなきゃいけなかったのが、子供も2人いたし、はい、働いて、まあ、そのところ時は幼稚園とかに働いたのですごい大変だったので、はい、なんで時間ないのにここまでやんなきゃいけないかなっていうのがすごくあって、はい、それでそういったのを全部なくして、はい、全部円で用意するようにしてますよ。あよく考えたらよくわかんない制度ですよね。ね時間ないのにね、はい、そうですよね。まあまあそこは手作りの方がいいみたいな意見もあるかもしれないですけど、うん、そうなんです。なるほどですね、はいはい、で、最初の1軒目の保育園がすごく軌道に乗ったので、はい、あのただ認可外保育園だったので、はい、全く国からの補助もないので、はい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 、お母さんたちからの保育料だけで運営していくっていうのがとても大変だったので、はい、まあ、なんとかして認可になれないかなっていう話を結構、はい、なんとか認可を取ろうとしたけども、うん、やっぱり、うん、そこの場所ではやっぱり、はい、あの立地とかそういうので無理だったので、はいはいはい、もう本当にいろいろ区役所とかに相談に行ったりとかして、そしたらなんかすごい、はい、意外と評判良かったのでうちの保育園が、だからなんかあの区の方のから小規模とか作りませんかっていうお話をいただいて、で2軒目は小規模作りました、はい、ああそうなんですね、うん、この何ですかね他の園との違いというか、あでも、まあ、人気があるってことは何か、あ一応私特色があると思うんですけど、働いてる人は全員子育て経験者で、はい、っていうのをちょっと売りにしていたので、はい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 、やっぱ資格がない方でも子育てをしている方はやっぱり子どもの扱い方とか子どもに対する、はい、あの対応がすごく良かったので、うん、そうですよね、なんか怒るところがね、はい、すごく結構おおらかなので、はい、ちょっとしたいたずらも笑って許せるとか、あの絶対これはダメとかっていうのがなかったので、すごくそれは良かったかなと思って、はいはいはい、それは本当に今も、はい、まあ、未婚の方とかお子さんいらっしゃらない方も今職員でいますけど、はい、でもみんな同じような感じですごく雰囲気は、先生たちがすっごく仲いいので、あそれ大きいですよね、はい、子供たちにとっても、うん、そうすごい雰囲気はいいです、はい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 、うん、で一つ目の保育園経営されて、うん、結局は、助成金を、そうですね、その後、はい、企業主導型っていうのが、はい、そういう事業があるっていうのを知って、はいはいはい、で企業主導型っていうのはどういう、ね、内閣府の方で、はい、あの待機児童を減らすために、うん、あの企業で保育園を作りませんかっていう、あそうなんですね、やつなんですけど、うちは、はい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 、あの逆にあの自分の子供を預けて働けますっていう形にしました。あでちょうどその時2つ保育園があったので、はいはい、1つ あの最初に作った方で企業主導型にした方で、はい、子供を預けてもらって2軒目の認可で働いてもらうっていう形で、はい、一応あの企業の作った保育園っていう形で、あなるほどですね、なるほどですね、うん、はいはいはい、で2つ目が認可なんですね。そうですね、はいはいはい、はい、なるほど、ややこしいですね。3つも経営されてますけど、はい、
何ですかね。でもまだこの保育園経営されてからまだ3年すごいペースですよね。1年に1つ作るっていうのが目標だったんで、はい、いやすごいですね。何がやっぱうまくいくポイントなんですかね。1年に1つって多分相当すごいと思うんですよ。そのすごいって言われる言葉がね、はい、好きなんです。ははは人に言われると、はい、なんかやる気が出る。すごいって言われたいために頑張るみたいな。そんなので私 NPO も自分で、はい、申請しました。ああそうなんですね、はい、なんかこう、なんか運営しやっぱそのつまずいたらやっぱ、うん、拡大って絶対できないと思うんですよ。つまずかないですね。あ何がコツというかこう気をつけてるところとかって、いや特にないんですけど、はい、なんかうまくいくんです。へ多分でも周りの人たちもすごい応援してくれてるし、はい、うん、多分すごいそういうところは恵まれてると思います。いやでもその打ち合わせしてる中でちょっと聞かせる、うん、僕も2人子供がいますので、うんうん、上の子は3歳で保育園預けてるんですけど、ちょうどね、はい、ちょうどちょっとともこ先生もその、なんですか、ね、あー先生これ見せるな、はい、ちょっと映像を見れる方はあれですけど、ラジオを聞きの方はあれかもしれないけど、はいはいですね、今出てるのがですね、まあ、ちょっと若干ダブってる先生、私とかもダブってますけどね、この一つのごあのなんですか、保育園ごとの先生の人数がですね、異常に多いんですよ。そうですね。でもう 何人ずつぐらいですか。ここ、あでもここは定員10人の保育園で、はい、ここは14人、はい、ここは6人の保育園ですね。ああ、その人数は園児の園児の人数です。園児の人数ですよね。でそれに対して先生が大体同じ人数ぐらい。そうですね。なんか、はい、親の立場としては一、うん、人の園児に対して一人の先生っていう形だったら すごい安心できますよね。そうね、まあ、常時この人数がいるわけではないんですけども、はいはいはい、でも、まあ、10人のところで言ったら常時4人いるって感じなので、はいはい、先生たちは多分すごい手厚いと思います。いやそうですよね。本当に、はいはい、しかも皆さん子育て経験者で、ね、ほぼそうですね。あそうなんですね、はい、なんかこのまず、あ、その佐藤さんの何て言うんですかね、魅力というかそういうのもあって皆さんこんなに人材集めるのも相当大変だと思うんですよ。なんか集まってきますね、はい、特に募集してないんですけどね、はい、噂が噂を呼んで、そうですね、お友達をがお友達を呼んでくるみたいな感じでどんどんなんか、はい、芋づる式っていうのをまあでも働く環境がいいからこそこう紹介されてっていうところがね、それは嬉しいですね。あるんでしょうけどね、うん、そうなんです。でももう3つでもうやめときます。あ、そうなんですか。もうやめます。へえ、なるほどですね、はい、やっぱこの何ですかね、自分がこう事業拡大していくにあたって、うん、自分もやっぱりその店舗を増やしていこうみたいな発想はあるんですけど、うん、やっぱなかなか1号店というかこう作ってから店舗増やすってなるとなかなかこうできないというか、なんですかね、何も考えないでやる。意外と、はい、どうにかなるっていう、何も考えてないんですね私。そのこの縁はこの人に任せようみたいなリーダーは決めてるんですか。はい、どの縁も私が園長なんですね。はい、はいはいはい、で全て私のやり方なんです。あなのですごいエゴな言い方をすると、はい、私のやり方をできない人はもう、はい、やめてくださいっていう感じだし、はい、それぞれの先生今まで多分キャリアもあったと思うし、はい、今まで働いてきたところのやり方とかも、ね、身についてるかもしれないけど、はい、もう全て個性は出すなと言ってます。なるほどですね、もうここはどの園も同じカラーでやっていきたいので、はい、まあでもそれが本当園の特色ですね、うん、そうですね、 なので多分それが決まってるから、はい、先生たちも逆にまあ、ぶれないですしね、うん、だし各園に確かに施設長は立ててます、はい、で私が施設長さんに下ろしたのをそのまま施設長さんが下に下ろしていただければ、うんうんうん、まあ、どこも変わらないの で、はいはい、でいやこれ結構さらっと言いますけどこれ結構難しいことなんですよ、はい、でも、はい、じゃあ私の言う通りやってくれたら全て責任は取るって言ってるので、逆にね、はい、
私の言ってることじゃないことやっちゃったらもう私責任取らないよってことなので、多分すごい楽ですよね。あなるほどですね。こ細かいこと言うとこの佐藤さんのカラーというか、はい、どういうところをこうなんですかねこだわってやってるっていうところ。でも結構うちはみんな伸び伸びしてると思います子供たち。だから本当なんかお母さん的な感じでやってってもらいたいので、はい、ただでも私が幼稚園長かったので勤めてたのが、はいはい、なんか結構幼稚園寄りに なっちゃってるところもあるのでちょっとそこは幼稚園寄りっていうのはちょっと学習の方が多いっていうかもうなんか朝の会をやったりとかそういうきちんと きちんってした感じで今までやってたんですけど、はい、やっぱ最近いろんな園を見に行く機会があってなんかいろんなところのを見て、はい、ちょっと来年度はちょっと変えてみようかなとかって思ってます。なるほどですね。実際その佐藤さんがその、うん、ご自身の子育ても含めてですけど、うんうん、なんかなんですかね理想の子育てって言ったら変ですけど、まあ理想も何もこうまあその子によって全然違うとは思うんですけど、どんなことをこう、うん、なんか意識してやってるとか。私一人目の時は、はい、叱らない保育っていうのにすごく、はい、あの影響されてやってたんですけど、はいはい、どうでしたか、どうでしたか、めちゃめちゃ優しい子になったんですね、はい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 、男の子なんですよ、はい、逆に競争心もないぐらいああの優しすぎちゃって、はい、まあ、うんまあ、いい子はいい子なんですけどね、はい、はい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 、あの最近も、もう今18になったので、はい、あのクリスマスプレゼントに私に名刺入れを、はい買ってくれてすごいですね。18ってもう反抗期ですね普通は。全然ないですね全然ないです。あそうなんですね。で娘の方が逆にもう、はい、なんか16歳になって高校生になってちょっと生意気な感じなんですけど、はいはい、いやでも家の中では多分一番子供なのは私です。へえ、すごい。どういう意味ですか。すごいわがままなんですよ。だあのお母さんっぽくないです多分。あアイスが食べたくなったら今すぐ買ってきてとかね、はい、絶対買いに行くまで言うとかでちゃんと言うこと聞いてくれる子供たちみたいな、はい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 、そうなんです。でも、はい、一応私がやっぱこういう仕事をしてすごく子供たちもちょっと尊敬をしてくれるようになったので、はい、いやそうですよ。だってうちのお母さん保育園3つも経営してるんだよって。そうなんか、はい、なんかやっぱ子供が私のことを自慢してくれるのがすごく嬉しいです、はい、ああなるほどですね、うん、まあもうその本当正解って ないですよね。そのそうね、まあ、そのねもう本当にあの、まあ、いい子に育ってくれればいいかなみたいな。なるほどですね。どんな子もみんな可愛いです。はいはいはい、うん、確かに確かに。なんかその、まあ、自分の知恵が本当に保育園やろうかどうかっていう、うんうんうん、今沖縄でやろうとしてるんですけども、やっぱ今のこのご時世というか、うん、なんかその子供に何かあったら親とかの対応とかいろいろなんかこうやっぱ考えると、ね、私一番あの、はい、先生たちにやっぱり一番言ってるのは、はい、朝お預かりして、はい、その怪我のない状態でそのままお帰り、はい、お母さんにお渡しできるようにっていうのを一番に言っています。だからなんか園で今日はこんな歌を覚えたとかこんなことができたとか、はい、それはもう本当に逆にもう言わなくていいから、はいはいはい、今日も元気でしたよって普通に返せるのが一番かなと思ってます、はい、そこはすごく言ってます。なるほどですね。結構こうどうなんですかね、お母さんとかやっぱその、うん、やっぱ子供に対してこう愛情がやっぱ強い分、なんかこうクレームとかにもなりそうな職種なのかなとか。全然ないですね。あ、そうなんですね。へー。多分年配だからじゃないあのそうなんですかね。うん、ね、だってもう結構私たちぐらいの年代が多いんだよ、先生。なので結構やっぱり、まあ、子育てしてるから、はい、いろいろなんか相談乗るよとかっていう感じでお母さんたちにも言ってるし、うん、特にないですね、そんなに。あ、そうなんですね、うん、みんなね必ずそれ聞かれるんですけど。いやそうですよね、なんか、うん、職種としてはありそうな感じがするんですけど。そうですよね。でもやっぱり、ね、こっちも一生懸命やってれば、はい、多分そういうのもないと思います。はい、なるほどですね。じゃあちょっとお話好きなところなんですけど、はい、もう半分ぐらい来てまして一旦ちょっと CM 入らせていただいて、はい、後半戦に移りたいと思いますので、はい、一旦 CM に入ります、はい、お母さんの幸せ
それは家族の幸せ。私たちは生まれてくる小さな命を守るためにお母さんの幸せを考えます。笑顔と真心を込めて。お問い合わせは 937-1111 アイレディースクリニック。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が。ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット。新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。おいしいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。毎週日曜には沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。女性はいつだって綺麗でいたい。エステティックサロンルカはそんなあなたの美をお手伝いします。くつろぎの空間で施すフェイシャルエステ、まつげエクステ。まずはお電話にて無料カウンセリングのご予約を。893-3331エステティックサロンルカ宜野湾店。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか。大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。不動産・交通事故の法律相談ならトンピ先生こと弁護士中曽根智弘へ。あなたの抱えている問題・悩み事、中曽根智弘にお聞かせください。すぐに弁護士に相談が解決の鍵。沖縄弁護士会所属トンピ先生こと弁護士中曽根智弘で検索。はい、河原職員のヒーローにインタビューの時間です。はい、前半はそうですね保育園こうできた経緯などいろいろ聞いていきましたけども、後半はですね、まあまあ後半も引き続き聞いていきますので、はい、でですね、なんかいろいろやっぱ聞いてて面白かったのがですね、その立ち上げた経緯とかがやっぱり、はい、そうですね、はい、もう本当にお金なかったんで、はい、思いつきで始めちゃったんで、お金もないし、はい、もう本当にきっかけとしては娘さんのその言葉でやりたいって言ったから。でその前に私、娘がやりたいって言って英語教室とダンス教室も実は作ってて、はい、あ、そうです。あ、その辺のお話もちょっと、またそれがうまくいっちゃったもんだから、はい、え、ちょっと作ったってどういう、はい、まあ、子供が年頃になってきて、はい、なんか英語習いたいとかダンス習いたいとか言い出したんですけど、はい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 、高いじゃないですか。そうですよね、特に東京だったらもう高いんですよ、はいはいはい、ダンスとかも高いんですよすごく、はい、で私探したんだけど、はい、両方習うと本当高いんですよ。なのでだったら、はい、自分で作れば月謝いらないかないやあんまりないですよそういう発想だなって思って、はい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 、でとりあえず場所は、はい、まあ、区民館とかね、はい、そういうところ借りれるのをしてたんで、はい、まあ、とりあえず団体登録をして、はい、半額になると100円とかで借りれるんですよ、1時間。あ、そうなんですね。東京でですか。そうなんです。はー。でそれでとりあえずまあ団体登録をして、はい、で英語の先生を、まあ、知り合いで英語の教室やりたい人いないとかって聞いたらいたんですよ。そうなんですねいたんです。でそれでそのお友達に、じゃあ私が人集めて場所も用意するから先生として来てくださいって言って、はい、で英語の教室はそこでクリアして、はい、でダンスも同じような感じで知り合いの方にやってもらうっていう形でダンス教室も始めたんですけど、はいはいはい、もうまあ、そこら辺は私もちょっといろいろこういうふうな感じでやってって希望を言って、ダンスの方に関してはアイドルダンスをやってほしいって言って。アイドルダンス、はい、はい、その頃ちょうどももクロとかが流行ってたんで、もうコピーダンス、いや憧れますもんね、うん、子供たちをやって、はい、まあ、衣装もフリフリの着せてやりたいよねって言って、はい、やったらそれも結構流行っちゃってへー、そうなんです。ですごい私はね月謝払わなくていいし、はい、まあ、人がどんどん増えてきたらちょっと収入も出るし、はいはい、いやいやそれはそうですよね、まあ、先生にもねやっぱりいっぱい渡してたんで、はいはいはい、まあ、自分は月謝がタダになればいいかなぐらいしか思ってなかったのでまさかのプラスになってしまって。そうなんです。なんかあ、こんな美味しい仕事あるんだとかって思うぐらい、はいはいはい、でそれからまあ、しばらくやってて、で、はい、まあ、本当に保育園を始めようと思った時にもうそれが先生たちにあとはお願いしても私はもうお金いらないのでって、はいはいはい、そこから抜けて今は
まだ続けてらっしゃるんですけど、でそんな感じでうまくいったから、なんか保育園もうまくいくだろうなぐらい、まあ、確かにそういうのがあった、はい、なんか理解できました、なんかでしょそういう実績があってだったら確かにそういうのもあるかもしれないです、ね、で、まあ、本当にお金がなかったので、はい、最初は、まあ、親にお金も借りたし、はい、あのおもちゃの棚とかね、はい、そういうのも全部あのジモティっていうネットのね、はいはいはい、サイトがありますよね、そうですそうです、はいはいはい、それで本当にあのいただいてきたりとか、はい、あれはあれですね、いらなくなったものを紹介して誰か取りに来てくださいみたいな、そうですそうです、もういろんなところ車で行きました、でもう冷蔵庫とかもそうです、もう冷蔵庫とか、はい、あと炊飯器とかも本当にオーブンとかそういうのも見てるんですね、もう何でも棚とかも全部食器棚とかも全部そういうので集めて、もうあのお金がないからもうとりあえず体を使って集めてこようと思って始めて、で、ね、でたまたまそこであの先生たちのお部屋に置くあの洋服ハンガーをもらいに行った時に、たまたまそこの方が、はい、なんかすごいいい方で、はい、まあ、すごいおしゃれなんですよ、場所が神宮 の、はい、あの裏の方ですごいおしゃれなオフィスに行ってなんかもらった時に、はい、あのこれ保育園で先生たちが使うので大事に使わせてもらいますってもらってきたら、なんかえ保育園作るんですかみたいな感じになって、はい、なるほどなるほど、あの他にもじゃちょっとあげれるものあるかもしれないから待ってくださいとかって、はい、いろいろプリンターとかなんかいろいろ出してきてくれて、あのプリンターはもらったんですけど、はい、他のなんかついたてとかこれちょっと大きいからいらないですとかね、お断りしたりとかして、はい、でなんかたまたまその方がホームページを作るお仕事をしてる方で、でなんかあのホームページとか作りましたかって言われたから、はい、いやお金ないから作れないですって言ったら、はいはいはい、ちょ僕作りますって作ってくれたんです、でもうあの、はい、その時もまあ私の中で上限8万円って決めてたんで、8万円しか払えませんって言ったら、はい、じゃあ8万円で作りますって言って作ってくれたんですね、はあ、8万円でホームページって格安ってかあのなんだろう、そういう保育園とか幼稚園とかでしか働いてないので、はいはい、あの世間の相場を知らないのも良かったのかな、はい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 、いやうちもホームページいろいろ見積もり出しましたけどやっぱり90万とか、まあ、安いところでもやっぱ20万とかそんぐらいはしますもんね、いやいやいや、はいはい、もういやもう人徳ですね本当にそれはそれでパンフレットもね、はい、あの作ってもらって、はい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 、はい、あのでパンフレットもなんかデザイン料いくらですかって聞いたら、はい、いくらでもいいですよって言うから、はい、全然わかんないから、じゃあ5000円でって言って5000円で作ってもらったらみんなに安すぎだよってすごい言われて、でも5000円で作ってくれました、はい、もう自分の目の前に今あるんですけどもちょっとラジオお聞きの方は見れないんですけど YouTube お聞きの方はあれなんですけど5000円の5000円のクオリティは全くないですよねしかもこの方あのホームページもなんかこう大学とかそうそうそう、すごいもう200万のホームページ作ってとか見せてもらって200万ですか、私もよく分かって、はい、あここまであの凝ってなくていいですとかって当たり前ですよね、200万だからねそんなこと言ってました、なんか知らないってすごいですね、いや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 本当に人徳だと思いますね、そうですね、だから本当にあの、はい、保育園始めるって言ってからうもういろんなすごいなんか自分引き寄せの本書いちゃおうかなってぐらいすごい引き寄せましたね、いや本当そうですよね、うん、でもこう意外と考えれば分かることだとは思うんですけど、うん、初期投資をこう抑えてってめちゃくちゃ大事なことじゃないですか、お金なかったから、いやでも自分の会社は本当そうなのであの気持ちもものすごい分かるんですけどでも案外なんかそこいらないところにお金かけちゃうことってやっぱ多いなと思いますし、そうかホームページにね、はい、お金をかけるのってすごいもったいない、いや本当そうですよね、本末転倒というかそのそれに足引っ張られて本業の方をおろそかになるんだから、うん、で私も多分もうちょっと高いのかもしれないけど、はい、たまたま安かっただけなんですけどね、いやいやいや、なんかこう、うん、そういう引き寄せのコツとかですね、そのなんかあのでも私、はい、みんなに言ってるんです、あの、はい、なんかやりたいことあったらとにかく言いふらしなって、でも絶対本当に言ってると、はい、なんかやっぱり誰かが助けてくれるし、そうなんです、だから本当にあの保育園も作るよ、はい、作るよって言ってて、はい、したらなんか保育園で働きたいとかってやっぱり言ってきてくれる人もそれでいて、それでどんどん増えていったし、そうなんですね、うん、まあ、今この全国各地待機児童の問題とかやっぱ多いではあるじゃないですか、だから結構
本当に自分の周りでもこうやりたいけどみたいな人はいっぱいいるんですけど、がついたらもうダメなんですあの、はい、やりたいけどって言ったらもうその時点でもうその人はできないです、はい、あのやっちゃおうって思わないと、はいはいはい、うん、名言ですね。いや、本当そうですよね。本当にそうやる前からダメです、諦めちゃう、はいはいはい、まずはやってみるっていうことで、やってみて、はい、でそんなに初期投資かけなければ別にダメだったらダメで、はい、諦められるじゃない、はい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 、そうだからやりたかったらやった方がいいと思うし、はい、うん、なるほどですね、はい、まあそうなんですけどねなかなかいないですね、はい、そういう人、ね、私変わってるんです。いやいや、まあでも経なんか経営されてる方ってやっぱちょっと変わってんの、変わってる人じゃないとできないですからね普通やっぱりダンス、子供がダンススクール行きたいとかになったら、うん、作っちゃおうみたいな発想はなかなかやっぱ出てこないと思いますし、もともとこうクリエイティブなんでしょうねいやでも本当は主婦が好きなんです、はい、あ、そうなんですか。家でケーキ焼いたりとか片付けするのが大好きなんです本当は。でもで、ね、今は全く、はい、あの本当に理解のある主人で、はい、ご飯は全部作ってくれて、へ、子供のお弁当も。そうなんですね。旦那さんもすごいですね。そうなんです、すごい。やっぱね、でもそこの協力がないと多分ここまでできなかったと思うし、いや本当そうですよね、うん、すごい感謝はしてますよ。いや、共働きだろうがそうじゃなかろうが、うん、やっぱ夫婦仲良くやってないとビジネス全然うまくいかないですもんね。そうです、うち仲いいですもん。見ててわかりましたなるほどですね。あとなんかこの、はい、なんかすごい、まあ、人徳もすごいあるなと思ったんですけど、うん、なんかこうやられてる精神が素晴らしいなと思ったのは、なんかゼロサイズの助成金の話したら大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。なんかこう、いやでも僕も本当思ったんですよ。よく0歳児から2歳児まで一緒にします、うんうん、小規模ね。だから本当にまさに僕の、自分の3歳の子は、2月生まれなんですよ、うんうん、そうなるとこう同い年だとしても全然違いま す, この違いますよ ね, ね、うん、でこの大人になってからの1歳2歳の違いとかってそんなに変わらないですけど、その0歳児から2歳児の段階って大きいです。毎月こう成長が変わってきて、うん、その体格も全然違いますし、うん、言語とかも、うん、あとこうなんか社会を理解してる度合いとかも全然違うなっていうのを感じてて、そうだから私もやっぱり小規模をやるときに、はい、絶対0、1、2って言われてたけど、はいはいはい、0と2を絶対一緒にやりたくないなって思って、やっぱりね、だって6ヶ月ぐらいの子と、ね、はい、もう3歳の子で同じスペースに、うん、まあ、たとえ区切ってあったとしてもおかしいよね、はい、でも他の保育園はほとんどそうなのいやでも そこがもう魅力というかあれですか、ね、そうなので、もう本当にあの、はい、もう 1,2 歳だけの保育園を作って、はい、もういずれ0歳だけの保育園を作ろうと思ってたので、今年のね、年の6月に開園したところは0歳だけの保育園がやると、はい、もうね、なんだろう、全部お願い事かなっちゃうんです。あ、そうなんですか。そうなんです。でもやっぱ言うのがコツなんですかね。そうですね。そうね、次何のお願い事しようかなもう全部叶っちゃったのではい、はい、そうなんです。結構その他の保育園で言ったら、うん、0歳から2歳まで一緒にするのっていうのは、その0歳を入れた方が助成金が多いからっていう理由でそうされてるのが多いんです。そうです、0歳に対しては多いんですよ。あ、逆に0歳だけの保育園ってあんまないんですか、ね、初めてって言われましたね。そうなんですか。あのうちの区では、へー、あの、まあ、そこは認可外なので、はい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 、始めたのは、はい、でただ今度企業主導型に移行はするので、はい、あれなんですけど、やっぱそれでも0歳だからっていっぱいっていうのも嫌なので、うちは6人だけのちっちゃい園にしたんですけど、うん、はい、うん、なるほど。へー、でも助成金多くてもう6人しかいないし、はい、先生多いからなるほどそうですね。あ、それ他だったら0歳入れた方が助成金多いし、0か2ぐらいにしといた方が、そうですね、その受け入れ幅も広いからっていうので、そういう形になるんです。結構ね、うん、あ、なるほどですね。多分3人に対して1人って言ってますけど、はい、うち多分マンツーマンぐらいな感じなので、はい、3人に対して1人なんですか、ね、無理だよ、無理ですよ、ね、無理無理、まあまあまあ、絶対無理。子育てしたことある人だったら無理無理、うん、いや本当に。しかも実際本当に3人に対して1人かというと微妙な感じですよね。なんかもっと少ない、ね、もっと少ないというか、ああ、
結構ね今ね保育士不足って言われてるから。そうですよね。へえ。そうですね。そこは多分手厚いと思います、ね、うちは。うん。親の立場からしたら一番いいですよね。ねえ、なんかそうですね。やっぱ結構来てる方たちもそうやって言ってくれてますね。はいはいはい。なるほどなるほど。はい。なんかこの今後、うん、その佐藤さんとしてこういう感じにしていきたいみたいなとかって、ね、もうないですよ。もうだって、あ、そうなんですか。もう全部叶っちゃったって。もう叶っちゃったから。で次はなんか好きな芸能人と会いたいなとか、はい、そこら辺にしてますよ。まあ言ってればこれも。そう、はい。ちなみにどういう方に会いたいんですか。いいんですか言って、はい。叶うかもしれないですけど。門松俊樹さんです。知ってます。いや僕分からないですよ。僕正直なこと言うと、ね、全然芸能関係疎くてですね。そう、実は土曜日にライブ行ってきたんですけどね。あ、そうなんですか。あ、じゃあもう夢叶ったじゃないですか。いや、そういうことじゃないんですね。一緒に飲みに行く、はいはいはい、最終的な、ね、ぜひお聞きの方でお知り合いの方がいましたらぜひ FM 機能までいやー、なるほどですね、はい、このまあでも、うん、今後も縁としてはもうこの3つでやっていくっていう形で。そうですね、あの、はい、やっぱりこの3つでも本当に精一杯です、はい、あの、いや、それはそうですよね。自分の理想とする保育園にするにはもうこれ以上は無理ですね、はい、うーん、なるほどですね、はい、はい、この子供たちの人数を増やすとかも、うん、あんまり考えてないですね。あ、そうなんですね。てかね、あの、そもそも、はい、お部屋の広さに対しての人数が決まっているので。ああ、なるほどですね。あの、まあ、一応保育園に対し関してはもうちょっと2歳児が2歳児と1歳児で広さが違うので、増やせることは増やせるんですけど、はい、まあ、そこをやっちゃうと、あんまり増やしてもね目が行き届かなくなるのも嫌だし、なるほどですね。そう、今が一番ちょうどいいかなと、はいはいはい、思ってます。実際のそのなんていうんですかね、やっぱり経営側としてその気になってしまうのは、うん、そう、園児に対して先生がもうワンツーマンぐらいでいるってなって実際そのちゃんとお金的なところで回ってるのかなみたいなのすごい気になってしまうではあるんですけど、でも3つやられてるってことはみたいなのもあって、確かにあのすごい出るのはすごく人件費は大きいです。そうですよね、人数が多いので、はいはい、しかもなんかこうスタッフの方への保証というかなんかいろいろ手厚いですよね。あ、そうですね、あの、まあ、それは区の方とかで、はい、あの区とか、まあ、今度企業主導型の方もそうなんですけども、あの宿舎借り上げって言って、はい、ね、あの8万2000円まで出るんですよ。あ、1人当たり。そうなんですよ。だから今、1人暮らししてる先生なんかは、はい、そこまで行かないのでタダで住んでますね。はあ、いいですね。そうですね。でもやっぱね、そういう風にして一生懸命働いてくれれば、あと、あの資格取るのに今専門学校に行ってる先生も、はい、あ、そうなんですね。もう学費も定期代も全部出してます。え、そうなんですか。はい。いや、そんな今のご時世そんないやでもね、ないですよね。でも頑張ってる人はちょっと応援してあげたいなと思って。いや、うん、そうですよね。そうなんです。はい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 。だから多分ね、はい、あのどの園も認可園も結構それあるんですよ。あ、そうなんですね。ただそれをちょっとやってあげるかあげないかとか、あ、まあ、まあ言ったらその経営側が自分の資産を増やしたいか、うん、こうぶっちゃけて話してるとそうとか、あと何だろう、還元するかとかで、はい、その家賃とかもその結構ずっと建て替えてるんですよ。あの実際今もまだ出てないんですよ、4月からの分が、はい、あ、そうなんですね、ずっと建て替えてるんですよ、はい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 、だからそういうのの、はい、やっぱそういうの建て替えができるかとかっていうのもあるし、うち実際今あの3軒目の保育園に関しては、はい、まだ一銭もあの補助金が入ってきてないので、あ、なるほどですね、あのすごい銀行からお金借りてますよ今、はい、でもそれも3軒目のところもあれですよね、あの、まあ、後から入ってくる予定なんですけども、はいはい、いや、それだったら全然、そうだから今はやっぱり回すの大変なので、はい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 、やっとね銀行さんもお金貸してくれるようになったんで、いや本当そうですよね、はい、最初貸してくれなかったですよ。いや、そうなんですよね、日本の貧困、ね、感じ悪いよねなんちゃって感じはいいんですけどね、なんかね、あのお金ね回るようになったら急にね、はい、来るよね、あの本当にそうなんですよ。でもこれ愚痴とかじゃなくて、あの大体あの最初欲しい貸してほしい時って、うん、
その実績はあるんですかとか、そう、あの業績は何ですかとか聞かれて、いや業績もないし、ね、実績もないから買いに来てるんですって話で、ね、そうなんですよ、全然こう一致しないですよね、そうでも結構それ保育園にも言えて、はい、なんかあの、はい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 、ほら働かないと保育園入れないっていうじゃない、あでも、はい、働いてたら子供どうすんのってことになるじゃない、だから保育園に入れないと働けないじゃない、確かに矛盾しますよね、そこもすごい矛盾してるよね、はいはいはい、そう確かに確かにそうですね、なんか矛盾だらけですね、本当そうですよねいや本当にそうなんですよね、はい、なるほどですね、いやちょっとお時間だいぶ迫ってきてしまってではあるんですけども、はい、いやでもそうですね、この助成金の話とかもやっぱり知ってる知ってないでだいぶ違うと思うんですけど、そうですね、自分もちょうど本当タイムリーな話で、うん、あの一昨日ですね、まあ本当はその東京に今回来たのも、うん、その一昨日あの社会労務士さんの方紹介してもらって、うんうんうん、あのその方に会いに東京に来ていただいて、でそれでこのお話いただいて、まあ、収録させてもらってるんですけど、いや知らないだけでいっぱいありますよね、いっぱいあるよね本当にいっぱいあるよ、いやびっくりして一個も本当に知らなかったので、ねえ教えてくんないもんね、いやそうなんですよ、でも沖縄とか特に疎いというか、ああそう、そうなんですよ本当に、どういうところでその佐藤さんはその情報って、私、ね、常に調べるんです、すぐ、あそれはネットでっていうことですか、ネットだし、はい、もう本当にあの暇さえあればもう本当に休みの間もずっとね、はい、結構携帯で保育園とか検索して見てたりとか、はい、なんだろううん、ずっと調べてます、だから企業主導型にしても認可にするにしても、はい、NPO 法人立ち上げるにしても、はい、全部自分で調べて、なんか今ねお金払えばやってくれるじゃない、はい、コンサルとかやってくれますよね、そういう社会労務士さん多いですよね、ですよね、だから何にも頼んでないです私、全部、いやそこもすごいですね、もっとすごいって言って、いや本当にそうですもう僕とか面倒くさいんで頼んじゃうそうなんですけど、だってお金かかるじゃん、まあまあそうなんですけどね、お金ないんだもんなるほどですね、でなんか1個できたら、はい、えこれお金かけなくても自分でできるんじゃないと思っちゃうんだよね、はい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 、はい、そうだからなんかあの NPO を立ち上げる時も本当に5回ぐらい都庁に通いましたよ、はい、私、あそうなんですね、出してはまた戻されみたいな感じで、はい、でも本当に知らないことだらけですもんね、そうで、はい、全部直して、はい、あのクリスマスの日に出したら、はい、翌年の4月の15日あ登記ができたんですけど、ああでそれができたからなんか認可もなんか意外とできちゃうかなとかって思ってやったらできましたね、そうなんですね結構厳しいって言いますよ ね、 そうですね、なんかこう敷地の広さだったりとか、すごいもう書類本当大変でしたけど、はい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 、できましたね、そしたらなんか企業主導型もできるかなと思ったらできましたね、はい、もうそこはもう完全に独学で、そうです全部独学です、なんかもうこの保育園なんですかね、コンサルとかができそうですね、仕事できちゃうな、いや本当そうですよ、僕が面倒くさいたちなんであれですけど自分でできるっていうことはそうでもなんだろう、ね、なんかそんな私の言ったことでお金もらっていいのかなと思っちゃうじゃないですか、いや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 本当に情報欲しい人にとってはなんですね、価値ある情報ですし、本当ですか今この世の中って本当情報知ってるか知ってないかで全然違いますよね、もう全く変わるので、うん、僕らはそのまあどちらかといったら、まあ、屋根屋ではあるんですけど、うんうん、まあ、新築というよりリフォームの方が多かったりで、うんうん、リフォームも知ってると使える制度とかあそういっぱいあるんですよ、まあ、沖縄限定のもあればそうですけど、うんうん、こういうのって情報を持ってる人からすれば当たり前ですし、うん、そういう人に出会った人はもう得ですよね、そうだよね、はい、うん、いやでもご自身で調べられてるっていうのはすごいですねいやお金ないと何だって結局自分でやらなきゃいけないのではい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 、何でもやってます、結構だから物知りです、はいはいはい、この、まあ、やられて3年目っていうこと形ですけど、はい、やりがいとかこう感じる場面とかってすごい、はい、あの実は今私の幼稚園の時の教え子が子供を預けてくれてるんです、はい、うちの保育園に、あそうなんですね、そうなんです、だからその子のおばあちゃんが、はい、私が預かってた子のお母さん、なるほど
面白いですね。でこの間も、はい、あのまあ、入る時も来てくれて、はい、たまに会うんですけど、はい、それすごい嬉しいですよね。ああ、うん、なるほどですね。なんかね、はい、その今来てるママが幼稚園の時に私が5歳で預かってた子なんですよ。はい、そうなんですね。その子が今あの1歳の子供を預けに来 て、はい、預けに来て、へえ、すごい嬉しいなと思って、はいはいはい、そういうのがこういう業界でずっと働いてるとあるのかなってすごい思いますね。なるほどですね、うん、面白いですね。そう、すごい面白いです。あの子供の関わる仕事自体なんですけども、原石の塊じゃないですか、子供たちって。ねえ、本当にあのずっと若くいられます確かにそうですよね、はい、いやでもなんかこう今なんですかね、沖縄とかもやっぱり子供とかはもう少子高齢化って言われてますけど、沖縄に関してはもう本当に少子高齢化なのかなっていうぐらい子供の数が多くて、なんですか、まあまあそういう意味では子育てしやすいっちゃしやすい環境だとは思うんですけど、なんかその子育ても含めて結構悩んでる方っていっぱいいらっしゃると思うんですよ。あ、相談とかもこう先ほど持ってとかもあったんですけど、そうですね、うん、そう、なんかうまくいかないのが子供だっていうふうに思ってると多分すごい気が楽になると思うし、なんか今ってやっぱそう、はい、情報社会でね、いろいろインターネットとか本とかからいろいろ情報が入っちゃうと、はい、逆になんか1歳だとこのぐらいできなきゃいけないのか、ね、あ、なるほどなるほど、絶対それないから、はい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 、あのうちの子3歳まで喋らなかったし、うん、上の子、はい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 、でもめちゃめちゃおしゃべりだし、はい、今ああ普通に育ってるし、もう本当におっぱいも全然やめなかったけど、はい、大人になってまでいないでしょ、そういう人。そうですよね。あのおむつ外れないとか言ってる人も、ね、小学校とか入ってまでおむつしてる子いないんだから、いつかはそれは絶対外れるから、はいはい、それをなんか本でこのぐらいの時期に外れるとかって言ってたとかってなると多分すごい自分で自分を追い込むと思います。確かにそうですよね、うん、今もうなんかアプリとかでもありますもんね、だいたいこの時期ぐらいの子はこれぐらいができるようになりますとか。あ、ねえねえ、やだよねそんなんどこの統計だよと思うよね。確かにそうですよね、うん、だってね、だからみんな同じ子になっちゃうから個性がなくなっちゃうじゃない、はいはいはい、うん、いや難しいですよね。でも本当に大事な仕事、ね、でも確かにあのね、みんなと一緒だって安心するのはするのは分かる。はいはいはい、あのほっとするよね。あのうちもああよかったって思うのは分かるけど、でもね、まあ、そこばっかになると多分、苦しくなっちゃうと思うから。それなんかこう本当の意味で子供を見てるのはないんですもんね。周りのその空気感に合わそうってまたちょっと違う形ですからね。うん、ああなるほどですね。うん、いやなんかそのめちゃくちゃ意義ある仕事ですよねその楽しいです本当に、うん、なるほどですね。もうやっぱその一番やっぱ伸び伸びというかそのそうですね、うん、あとなんかこうやっぱよくあるあれだと思うんですけど、うん、叱り方とか。あでもすごい先生たちみんな、はい、まあ本当にすごい上手に叱って、はい、叱るってそもそも必要かどうかみたいな話題もあると思うんですけど。そうです、私基本的にあの自分とか相手を傷つけた時にはすごい叱っていいですって言ってます。あ、はい、あのそうですよね、ね、分からないですからね、そうやらないとだから、ね、それ以外は結構先生たちの気分とかね、私とかもそうだけど、あのもうなんか手を煩わせたなとか、はい、そういうので怒っちゃったりとかすごい多々あるとは思うんですけど、はい、でもうちのね先生たちみんな優しいのでね、そんなにあんまり叱らないですね、はい、あ逆に私がなんかたまに入ると威圧感なのかすごい子供がビッとなってそうなんですか、はい、それはもう園長としての威厳なんじゃないですか。怖がられてるみたいですね私。そうなんですね、はい、へー、叱るって大事なポイントでもありやっぱ悩むところでもありますよね。そうですね、だから本当にあの怪我につながるようなことは本当に叱らなきゃいけないと思うし、そこは教えないといけないと思うので、はいはい、いやだから本当にそうやって考えると叱ることってほとんどないんですよ、はい、あうん、なるほどですね。意外と本当に先ほど言われた通り自分のこの
感情がただ出てるだけのこととかってありますよね。本当にあると思う、うん、でもそれね、はい、人間だからそこはしょうがないと思うんだけど、うん、でも本当にあのね、仕事に入るとね、はい、結構皆さんプロフェッショナルなので、ああそうなんですね、うん、すごい優しい、はいはいはい、なるほどですね、はい、ちょっとお時間本当になくなってきてしまったのもあるんですけど、はい、あの最後にですね、一応この番組ではそのいつも最後聞いてることなんですけど、うん、その佐藤さんにとって保育とか保育とは何かみたいな、こうある某番組のパクリみたいな質問があるんですけど保育とは何かみたいな、はい、まあ、何の事前打ち合わせもなくいつも聞いてる、ちょっといきなり言われましたね、そこ考えてなかったな、保育とは、はい、保育とは、まあ保育、まあその保育園を通して、あ、でも私は多分子育ての延長な感じで多分考えてんのかな、うん、いや違うな、違うな、全然もうそのどうだろう、保育とは、あ、でもちょっとなんかあの人助け的な感じもあります、はい、やっぱり働くお母さんとかお父さんのためっていうのもあるし、はい、まあ、そのね、やっぱり多分一日の中で一番長い時間過ごすのが保育園じゃないですか。あ、ちっちゃい子供たちにとってはそうですよ ね、家帰ったらもうすぐ寝ちゃうし、はいはいはい、朝も早く起きるし、はい、だからやっぱその間ね、うん、あの本当にまた明日も行きたいなとかって思ってくれるような保育園ができたらいいなって、全然質問と違うな。いやいや全然全然いやでも本当それはありますよね。うん、なんか、はい、第二のお家みたいに思ってくれるような保育園を作っていきたいなと思ってるし、はいはいはい、なんか保育の仕事は本当にあの、はい、やっぱ対人なので、はい、まあ、もろ対人ですよね。なのであの答えがないと思います、はい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 、なのでまあそうですね、うん、そこら辺をね、はい、あのその子その子に合った保育ができて、うん、成長してもらえればいいかなと思って、はいはいはい、難しいですね。いやいや、でも本当にその確かに言われて思いましたけど、家で過ごすより下手したら保育園で過ごす方が長いですからね。本当に。だからなんだろう、私も子供保育園に預けてる時は、はい、やっぱり帰ってくるとすごい優しくできるんですよ。はい、会えない時間が長いと。はい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 、だから逆にあの保育園ってすごいありがたいなって思いました。うん、なるほどですね。でも本当三つ子の魂100までとか言いますしね。そうなんですよね。だからすごい幼少期のやっぱり影響って大きいですよね。責任ある仕事ですよね、はい、まあ、その分やりがいもあるんでしょうけどね、はい、あると思います、はい、じゃあそろそろお時間になってしまいましたね、はい、すっごいなんかダラダラな気持ちになったいえいえいえいや、今日も面白いお話をお聞かせいただきましたが、はい、はい、本日のゲスト様は保育園経営されている佐藤智子先生にお越しいただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。お願いします。走りたい。